こんにちは。夏だからといって夜に怖い話を見てると怖くて震えるミルクティーのみたいです。ということで、僕が幽霊とかお化けが怖いなっていう時に唱える呪文があるので、それを皆さんに今日はお教えしたいと思います。これを唱えることで怖さが3分の1になります。その呪文というのが、いきますよ。科学的にありえない、科学的にありえない、科学的にありえない。これで今日からみんなもね、楽しい夏を過ごしてください。これは僕が高校2年生だった時の話なんですが、高校の近くに広い公園があったんですよね。その広い公園の裏側に民家とかがある中に、一つポツンと昔使われていたけれど今は使われていない、もともと病院だった建物があるんですけれど、そこでお化けが出るっていう噂があったので、面白半分で友達4人とそこに行ってみたんですけれども、高校生だったこともありまして、建物の中に勝手に入るのはまずいんじゃないということで、こう建物の周りをうろうろしてたんですけど、そしたらその建物のすぐ横にどうやら地下につながる階段っていうのがあったんですね。その地下の入り口の柵のところにはこう南京錠なんかもつけられていたんですけれど、日も沈んでないというのに、その地下に続く階段の奥っていうのが真っ暗で何も見えないような状況だったんですね。結局ね、怖くて誰も下まで降りることはできなかったんですけど、途中まで行ったりなんかしながらですね、帰り際に写真でも撮ろうかなと、当時はガラケーだったんですけれど、ガラケーで写真撮ろうということで、僕と N 君が後ろにその地下に続く階段が映る形でこう写真を撮ってもらったんですけれど、私その撮った写真を確認してみようと思ったら、その背景の地下に続く階段のところの前の南京錠のところに、黒い男の人の頭影みたいなのが映り込んでたんですね。どう考えてもそこに影が映るような状況じゃなかったですし、人の頭のような形だったんですね。そして横にいる N 君を見たら、ちょっと顔が青ざめてまして、どうしたんって言ったら、写真の横に写ってる N 君のおでこの上あたりがこう赤い炎みたいな感じ、オレンジ色の光みたいなのが出てて、そのおでこから上が半透明になってたんですよ。2人とも動いてなかったはずなのに、後ろ背景が透けていまして、僕は当時そういう怖い話とかが好きで、心霊写真とかでこう手が映らなかったり足が映らなかったりすると、そこに後から何かこう事故にあって手がなくなってしまったりなんていうことがあるっていう話を知っていたので、 N 君に頭気をつけといた方がいいよって助言をしたんですけれど、その日はそれで別れたんですが、その1週間後ぐらいでしたかね、その N 君っていうのが、高校2年生という若さで頭がハゲたんです。 N 君は必死で当時 CM でやっていたサクセスっていうスースーするシャンプーに、ゴムのデコボコがついたマッサージするやつを買ってましたね。後ろに映っていた影はもしかすると髪の毛を生やそうと病院に通っていた男性の例だったのかもしれませんということでね、今日のお話なんですけれども、最近よく異世界転生ものの漫画っていうのが流行っていますよね。本屋さんに行くとも異世界転生ものばっかりみたいな感じなんですが、きっと誰もが小学生ぐらいの時に学校の帰り道に自分が漫画の世界に入ってその世界で無双をする妄想なんかをしてたんじゃないかなと思うわけなんですが、しかしですね、見方を変えてみると、実はこの世界というのがもともと異世界だったのではないか、また過去に異世界とつながっていたんじゃないかと思われる歴史上の人物がいるんじゃないかって思ったんですね。古い歴史や伝説、昔話、神話っていうのは想像によって作られている部分が多いと思うんですけれど、現代に生きる僕たちはその1000年前の話を今の解釈でそれらを学んできています。そこで見方を変えて、そういった人たちは本当にそういう力を持ってたんじゃないかっていうふうに見てみると、非常に面白いものが見えてくるのではないかと思います。1000年前、人々がまだ自然と共存していた頃、また真剣で命を奪い合っていた時代、もしかしたら異界に足を踏み入れていた人間もいたのかもしれません。ではそういった人たちをご紹介していきたいと思うんですけれど、一人目が平将門。平将門は東国の王として西の京都の王に対抗したことで知られる人物。1000年以上経った現在でも将門の呪いは東京に渦巻いていると言われています。彼はまるで魔王の化身のような
人物でした。将門が死んだ940年以降、将門の霊魂はあの世とこの世の境目でもある仏教でいう中宇というところをさまよっていたと言われ、その魂は決して消えることなく今でも現世に戻ってこようとしていると言われています。将門が生きていた10世紀初頭の日本はどこかおかしく、真夏に大雪が降ったり、都に黄色い蝶の大群が飛んでいたりと、京都に住む人たちの間ではこれは何か争いが起きる兆しなのではないかと囁かれていた頃でした。そんな中、東国にはとんでもない奴がいるという噂で人々を震え上がらせたのが将門でした。将門は幻術を使っていたと言われ、7人の影武者がいたことから誰も彼の本体を捉えることができなかったと言われています。また将門の体は鉄でできていたかのように矢が当たっても傷一つつかなかったという逸話も残っています。僕的に将門のイメージは鬼滅の赤坂、ブリーチのザラキケンパチといったところでしょうか。太平記によると将門の最後は天から神の矢が降ってきて将門の額に直撃し落下したところを藤原秀里によって首をはねられたと言われています。ところがその切り落とした将門の首というのは時間が経っても肌の色も変わらず、すごい形相で夜になるともう一戦しようじゃないかと叫んだと言います。また将門の首は胴体を求めて空中をさまよったなんていう話は有名ですが、その将門の首が力尽きて落ちたのが現在の東京神田橋の近くだったことから、その首を祀ったのが今の神田明神だと言われています。それでも呪いが収まらないので建てられたのが大手町にある将門の首塚。じゃあ胴体はどこにあったのかっていうと、今の地下鉄東西線神楽坂駅近くにある赤城神社の近くにある赤城台の森にその胴体はあったと言われていまして、赤城の赤は将門の胴体から流れ出た血の赤を表していると言われています。続いて2人目の異世界に通じていたと思われる人物、それが安倍の生命。安倍の生命は平安時代の陰陽道のスペシャリスト、陰陽師でした。陰陽師っていう時点で何か浮世離れした響きがありますよね。安倍の生命を例えるのであれば内派いたちみたいな感じでしょうか。そもそも陰陽師とは何かと言いますと、元は中国の陰陽五行説による星や天体を観測したりだとか暦を作成するという仕事が半分と、また占い師のような偉い人のそばで何らかの決断の吉か凶かを占うという役目がありました。それは表の仕事で、その裏では悪霊退治や妖怪を払ったりだとか、時には依頼を受けたらその相手を呪い殺すなんていう仕事もしていたと言われています。そんな安倍の生命は生まれた頃から普通の子供ではありませんでした。というのも彼の出生に関する話として、父親の安倍の安永が狐狩りに殺されそうになっていた狐を助けた、その助けた狐が、恩返しとして女に化けて彼の元に現れて妻に迎えて生まれたのが生命だと言われています。さらに篠田妻という物語の中にはこんな話があります。生命は母狐から呪術師の呪力の源である竜王の宝珠を授けられた。また生命が助けた蛇が竜王の乙姫だったことから、竜王から鳥の声が人の声に聞こえる鵜薬という薬をもらって、それによって天下に名を轟かす陰陽師になったと言います。そのように彼は半分異界に足を踏み入れた、人知を超えた存在と言えるのかもしれません。エピソードとして彼は藤原道長の呪いのボディーガードとして仕えていたんですが、彼のやり方は紙を使って鳥を作り、それを飛ばすことで呪いをかけた術師を特定するというやり方だったんですが、その結果道長に呪いをかけたやつを探そうとしたら、もともと生命の弟子だった道馬が道長のライバルだった藤原明光に雇われて呪いをかけていたということが分かったりだとか、そんな話が残っているほどこの時代の陰陽師の力というのは信じられていたわけです。ナルトなんかだとよく紙を使って攻撃する、コナンっていう暁のメンバーがいますけれども、彼女の力なんかは陰陽道の式神から来ているのかもしれません。では3人目は女性で、鬼女もみじです。彼女は日本の宗教の歴史から消された女性宗教団体のリーダーでした。日本の宗教の歴史をたどっていくと、神仏集合と山岳信仰という重要な概念があるわけなんですが、実はその一つ山岳信仰というのはもともとは女性の管理下にあったと言われているんですよね。この鬼女もみじの話は、東北大宇会津の夫婦が子供が生まれないということを第六天魔王マリシテンに祈願したことから一人の女の子を授かったというところから始まります。
始まるんです。その夫婦は娘にクレハと名前を付けました。クレハは絶世の美女にして、琴などの管弦の道の天才的な才能を持ち合わせていました。クレハは第六天魔王に授かった力によってもう一人の自分というのを作り出して、お金持ちに嫁入りさせまして、京都の四条通りにお店を持つことになるんですが、たまたまその前を通った源常本が彼女のことの根を聞いて屋敷に引き入れまして、彼女は子供を身ごもり奥方に入ることになります。しかし彼女は夜な夜な邪魔者を妖術で襲っているということがバレて、現在の長野県信濃の山奥に流されてしまうことになるんです。そこでも彼女は自分の超能力を使って、その山の村に住んでいる村人たちの信仰を一気に集めることになるんです。そんな彼女は最後平のこれ持ちによって討伐されてしまうんですけれども、これが現在の山姥伝説の話の元になっていると言われています。山姥伝説をたどっていくと、もともと山を支配していた女性たちと男の修行僧たちの争いの中から生まれた物語だと言われているんですよね。その女性たちにとって最後の砦だったのが鬼城もみじだったというわけです。これらの話は現在では信じられないような話ばかりだったんですけれども、そういった話というのは未だに歌舞伎や能だったりで伝えられているということを考えると、もしかしたら本当だったのかもしれませんよね。それこそ現在の異世界転生ものなんて言いますけれども、1000年前の日本っていうのがまさに異世界と言えたのかもしれません。ということで、最近も暑くなってきまして、怖い話なんかを聞く機会もあると思うので、ぜひ最初に僕が教えたあの呪文を唱えてみてください。ということで、こういう話が好きな方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。